ベルトやっぱ欲しいですね。やっぱり格闘技やってる限り、まあ、暫定王者ってなってるんですけど、もうこれ取ったらもう俺が正規やろって感じで戦うんで。まあ、勝ちにこだわったっていうか、もっとまあいけてたのかなって思ったりはしますね。フィニッシュできんかったことがちょっと心残りありますね。こういうふうにチャンスをいただいている限り、まあ、ものにしてグラディエーターの看板を背負って戦っていきたいなって気持ちはあります。タイトル라는게많으면많을수록저는좋다고생각하거든요많으면많을수록그래서꼭한국으로잠정타이틀이지만그다음이제타이틀전을할수있게꼭들고가도록하겠습니다そうですね、まあ、実績あるか2つベルト持ってるのはまあすごいなとは心配に思いますけど、まあ、3つ目はねえっていう感じですね。최근시합을받고그러니까모두한계가빠지지않는이제그라운드도잘하시고이제타격도잘하시는데뭐하나빠지지않는선수라고그분도웰라운드선수라고생각합니다그래서빠짐없이저도준비하고있습니다僕もアグレッシブに行って、まあ、判定はないよっていう展開になる試合を見せていきたいなと思ってますね。물론 KO를 무조건 노리긴 하는데 그 안에서 이제 기회만 좋다면은 기회만 온다면은 1라운드 KO 도 예상하고 있습니다. 오, 이ですね。面白いじゃないですか。望むところですね。한국에서는믿고보는정한국이라는별명이있을만큼그래도경기를재밌게합니다꼭일본에도이런제가별명이생길수있도록인상깊은경기를할테니까꼭저를기억해주세요일본팬분들今回こそはフィニッシュして勝つんで絶対俺が勝ってベルト負けますそれだけです無傷で解散